タイムウォーは、イギリスの SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フーの世界で勃発した、架空の戦争。タイムロードとダーレク間で、戦いが繰り広げられ、ドクターが、両種族を滅亡させたかに見せかけて終止符を打った。ドクター・フーの物語では1996年の、テレビ映画と2005年の新シリーズの間で、発生した。番組が復活した、シリーズ1から頻繁に言及されたが、 直接的に描写されたのは番組の50周年記念スペシャルが初めてだった。戦争中の出来事や進行は完全には説明されていない。様々なエピソードでの短いセリフが手がかりとなっているが、ドクターが戦争を終わらせたことは字の終わりパート2で語られた。タイムウォーの最後の戦いとその終局は50周年記念スペシャルドクターの日でついに明かされた。タイムウォーでは ガリフレイのタイムロードとスカロのダーレクが交戦した。戦争の原因となった出来事は明らかになっていないが、制作指揮ラッセル・ティー・デイビスによると、戦争の起源は、ドクターとダーレクの交想まで遡る。1975年のジェネス・オブ・ザ・ダーレクスで、ダーレクが宇宙を征服する可能性を予見したタイムロードは、ダーレク族の創造を妨害させるべく4代目ドクターを派遣し、 開発に干渉して攻撃性の低下や弱点の発見に成功を獲得した。このミッションは結局失敗に終わった。これに関連してダーレクは1984年の5代目ドクターのエピソードであるリザレクションオブザ・ダーレクスで複製されタイムロードの最高評議会への戦入を企て、さらに1988年のリメンブランスオブザ・ダーレクスでダーレク帝国が 戦布復をした。この二つの出来事がタイムウォーの改戦につながった。アクト・オブ・マスター・レスタ・トゥーションにて、ロマーナ大統領による平和条約の締結が試みられたものの、ダーレクによる最初のガリフレイ進行計画であるエトラ・プライム事件が勃発し、事態がエスカレートしたと言われている。タイムロードが使用した兵器には、防ップや、 ブラックホールキャリアを呼び n フォームズがあり、ターレクはゴートのカバネ作りの総力を駆使して皇帝率いる大艦隊をタイムボルテックスへ進軍させた。タイムウォーの期間と領域は明らかでない。ジャック・ハークネスはシリーズ1、別れ道にてドクターから訂正されてはいるが、時空間から消え失せたと発言しており、通常の時空間で行われていなかったことが示唆されている。 それにもかかわらず惑星がリフレー上で戦闘が行われていたが、ドクターの夜に登場したキャスは、ある時点でタイムロードもダーレクも宇宙を破壊するのには未だ至っていないと主張しており、少なくともキャスの時代では戦火は宇宙全域を覆うほどではなかったことが示唆されている。タイムロードに敵対的な種族は複数おり、例を挙げるとソンターランが タイムウォーへの参戦を望んでいたが、参戦は禁じられていた。ドクターは最前線で戦い、そしてそこがアルカディア陥落の場だったと主張している。アルカディアはガリフレーで2番目に強化された都市であり、400もの空中残骸が存在した。難航不落であると考えられていたが、進行するダーレクにより相当された。 八代目ドクターを演じたポール・マッキャン2013年のミニエピソードドクターの夜では戦況がコントロール不能で宇宙が破滅の危機にさらされていたにもかかわらず八代目ドクターがタイムウォーへの参戦を拒否して人助けをするだけに止めていたことが明かされた彼は惑星カーニへ墜落しつつある宇宙船からキャスを救出しに向かうが 彼がタイムロードであるという理由で救助を拒絶された。彼女もはやダーレクトタイムロードに違いなどないと主張しており、これはタイムロードがダーレクト同等に破滅的な存在であることを示唆した。ドクターは墜落で死亡したが、カーンの修道所により一時的に蘇生され、最終的には彼女らにより宇宙のための説得によれて戦う道を選んだ。 彼女らは彼にエリクサーを差し出し、彼の使命に適した姿へ変わるよう再生を制御する、助けを施した。ドクターはこれを受け入れ、戦争で消耗した宇宙に、ドクターは必要ないと主張し、自分を戦士にする、よう修道所へ依頼した。彼は、エリクサーを飲んで、ウォードクターへ再生し、ドクターの名前を捨てた。ダブロス・ダーレクの創造主、ダブロスは、 ジェネシス・オブ・ザ・ダーレクス以降は生み出した、ダーレクに反逆されていたが、デスティニー・オブ・ザ・ダーレクスで、指導者の地位に返り咲き、タイム・ウォーで戦っていた。タイム・ウォーの1年目に、ダブロスの司令船は、悪夢のこの顎の中へ飛んだ後に、エリュシオンの門により破壊されたと思われていた。ダブロスを救出しようとしたドクターに知られることなく、彼は緊急時空移動で、 ダーレクの進化の出来事から脱出したダーレク、カーンにより救出された。タイムウォーでは数え切れないほどの死者が無限に死を迎えており、これは両軍それぞれが莫大な犠牲を払った戦いの結果を逆転させるためにタイムトラベルを使用したためである。この時間を飛び越えた過激な戦争は最終的にドクターがタイムロックをかけ、タイムトラベラーがその場へ侵入できないようにされた。 ドクターは、タイムウォーの最後の日々を地獄と表現した。戦争が進むにつれて、タイムロードは徐々に攻撃的かつ邪悪な存在となっていった。彼らは薬器になり、オメガ武器庫として知られる古代ガリフレイの遺物である、禁断の終末兵器の保管庫に手を出した。ここに収蔵されていた兵器はモメントを除いてすべて、ダーレクに対して使用された。さらに彼らは、 反逆者のタイムロードかつドクターの宿敵であるマスターをタイムウォーに投入すべき完璧な戦士と確信し彼を蘇生させた。しかしダーレクが十字架の支配権を握るとマスターは地位を捨てカメレオンアーチを使って自分を人間に変換して記憶を封印し宇宙が終焉を迎える寸前の時代まで逃亡した。遺伝子的に人間となった彼はドクターが引き起こした。 タイムロードの滅亡を回避した。彼は隠居生活を終えて、ドクターにすべてを教えられるまで、タイムウォーの天末を知らずに過ごしていた。ダーレクにより自身の文明が破壊される可能性を排除するため、ラシロンは、アルティメットサンクションと呼ばれる終末シナリオを計画した。これは時間そのものをも犠牲に捧げた大量虐殺計画であり、 ダーレク・モロトモ宇宙に生息するすべての生命を消滅させ、タイムロード自身は肉体を持たない精神だけの存在になろうとしていた。戦争の恐怖により倫理観を喪失したらしい。タイムロードはほぼ全開一致でこの計画を支持し、意義を唱えたタイムロードは2名のみであった。投票に先駆け、評議会の一員、パルティさんは、アルティメットサンクションの延期を提案し、 さらにガリフレイが滅ぼされた方がマシであると述べ、ラシロンに殺害された。最高評議会がタイムロード社会を戦争へ向かわせ続けた一方、枝分かれした戦争評議会はガリフレイの防衛だけでなくタイムウォーそのものの監視を担っていた。戦争評議会はタイムウォーが終結に向かう数日の間、最高評議会に対し厳滅をあらわにしていた。タイムウォー最後の日、 ガリフレイを包囲したダーレック艦隊は惑星へ史上最大の攻撃を放った。1000万隻の戦艦が軌道上からガリフレイに大規模な爆撃を行い、無数のダーレックが地表に降り立ってアルカディアの都市を占拠し首都を包囲したが首都に仕掛けられた空中残豪を突破できなかった。ラシロンのアルティメットサンクションが進行する中、 ウォードクターは銀河をも消滅させられる古代ガリフレー、兵器のモメントを盗み出し、ガリフレーを岩とゴミに変えて、ダーレック艦隊を豪華で焼き尽くした。これをもって、タイムウォーの時代全体がタイムロックされ、タイムトラベラーは戦争の時代へ侵入できなくなった。ドクターがモメントを使用するのを恐れ、ラシロンと評議員はタイムロックの突破を画策し、 タイムロードの鼓動のリズムに合わせた4連続のドラムの音を幼少期のマスターの脳に植え付け、彼を狂気に走らせた。ドラムの信号が十分な効果を発揮すると、ガリフレイでのみ算出するダイヤモンドである、ホワイトポイントスターを使用して、タイムウォー最後の日のガリフレイと地球を接続し、ガリフレイをタイムロックから解放させた。ドクターがダイヤモンドによるリンクを破壊した上、マスターが 自らの命を投げ打って、ラシロンに報復攻撃に出て、ガリフレイをタイムウォー最後の日に押し戻したため、この計画は最終的に破綻することとなった。タイムウォーにはほぼすべてのタイムロードが巻き込まれたが、これが彼らの終わりにはならなかった。終末兵器モメントには、医師が存在し、それが、ウォードクターに代替案を提示して、初代ドクターから12代目ドクターまでの13人の、 ドクターがガリフレイに集結して時間を凍結させ宇宙からガリフレイを除外した。ガリフレイが突如消失したためダーレクは星を挟んだ反対側で互いに打ち合って消滅しタイムロードは力を失って忘れ去られたもののポケット宇宙で生き残った。ウォードクターを演じたジョンハートウォードクターが9代目ドクターへ再生した際彼と他の歴代ドクターが ガリフレイを救った記憶はタイムラインを守るために消滅し、ドクターは自分がモメントを起動してタイムロードとダーレク、そしてガリフレイを滅亡させたという確信を持って生きて行くこととなる。ドクターは自らの故郷に関して誤った知識に取りつかれ、ビーストのように彼の罪悪感につけ込む敵までも登場した。タイムウォー以後のドクターはドクターの誓いを守らなかった。 ウォードクターを剣をしていたが、後に10代目ドクターと11代目ドクターは真実を知って、ウォードクターを正当なドクターの一人と認めた。タイムロードとダーレクの両種族が壊滅して、戦争は終わりを告げたが、9代目ドクターは皇帝、ダーレクとその艦隊の生存を知り、ローズ・タイラーがバッドウルフとして彼らを消滅させて、タイムウォーの終わりを宣言した。 10代目ドクターはこれを認めており、彼女によって蘇ったジャックに対してローズがタイムウォーの一部に加担していたことを告げた。ドクターは自分がタイムロード最後の生き残りであると語り、そう信じていた。タイムロードが健在だった頃はパラレルワールドの往来は容易であったが、タイムウォーの後は往来が不可能となっている。またタイムロードは タイムパラドックスに関わる歴史の管理も行っていた。彼らがいなくなってからは、タイムパラドックスが生じると、歴史の消毒薬であるリーパーが出現して、世界のすべてを消滅させるという危険な状況になっている。タイムロックがかかっているため、そしてタイムパラドックスが生じる危険があるため、ドクターは時間を遡ってタイムロードを救うことができない。彼は、 嘆きの天使に対して自分の過去を変えることは宇宙の3分の2を破滅させることであると警告しているほか宇宙のカミラ万象を操って戦争を求めることができるスケーサスパラダイムをクリリテてンであるフィンチ校長に打診された際も拒絶している11代目ドクターは自分の決断を変えることを常に考えていたが実際にやったことは戦術の通りタイムロードの時間を 凍結させるだけであった。シリーズ5では11代目ドクターが時空間の裂け目に何度も直面する。ドクターはこれがサイレンスが2010年6月26日に起こしたタービスの爆発により歴史が崩壊したことに由来すると解明し、タービスの爆発とパンドリカの復元光線を使って第2のビッグバンを起こして宇宙を再起動した。 その後ドクターは惑星トレンザロアに残っていた裂け目と遭遇するが、この裂け目を通してタイムロードがトゥルースフィールドを展開し、ドクター誰という問いにドクターが嘘をつくことなく答えるよう仕掛けていたことが判明する。ドクターが本名を答えると安全を確認したタイムロードがポケット宇宙から戻ってくる仕組みであるが、ドクターの返答を妨げるべく、 あるいはタイムロードを相手に第二のタイムウォーを始めるべく、すでにトレンザロアにはダーレクを含めて無数の種族の艦隊が集結していた。ペーパールメインフレーム協会は協議を沈黙へ変えてドクターと協力し平和維持に尽力し、離反したコバリアン修道会はドクターをトレンザロアに到達させないためにシリーズ5とシリーズ6で数々の暗殺を仕掛けた。 クララ・オズワールドの懇願を受けたタイムロードはポケット宇宙へ亡命したまま叫目越しにドクターに新たな再生サイクルを与えこれがきっかけでトレンザ・ロアに進行していたダーレク艦隊が一掃されたドクターの努力も虚しくダーレクはタイムウォーを生き延びた9代目ドクターは2012年の地球の博物館で故障したダーレク一体と遭遇しておりこれは 時空間からこぼれ落ちて50年前に地球へ墜落した個体だった。ローズが触れたことで人間の感情を獲得し、この個体は自殺の道に走った。後に、ドクターは皇帝、ダーレクも生存し、さらに DNA を完全に書き換えることで人間の細胞を使ってダーレク族を再興したことを知る。皇帝の艦隊は、西暦20万100年の地球を進行しドクターたちの 仲間も次々に抹殺したが、タイムボルテックスを浴びたローズにより、原子レベルに分解され、タイムウォーは終わると宣言された。スカロの集団は、タイムロードが作ったダーレクの囚人戦である、ジェネシスアークと共にボイドシップに乗り込んで次元を旅していた。彼らはアークを解放して21世紀の地球で、人類とサイバーマンを相手に圧倒するが、10代目ドクターが、 ボイドの裂け目を開いたため大部分のダーレクトアークは、ボイド空間に吸い込まれ、スカロの集団だけが緊急時空移動で避難した。彼らは1930年のニューヨークで人間を使って新たなダーレクの創造を計画したが、リーダーのセクが仲間割れで抹殺され、他に体もダーレクヒューマンと交戦して死亡し、ダーレクカーンだけが再び緊急時空移動で脱出を果たした。 ダーレク・カーンは、正気を失いながらもタイムロックを突破して、タイムウォーに戻り、ダーレクの創造主ダブロスを救出する。ダブロスは、自らの細胞から、新たなダーレク帝国を築き上げ、ダーレク・カーンの予言能力を利用するため彼をそばに、置いた。ダーレクは盗んだ27の惑星を、動力源にして、リアリティボムを起動し、現実を破壊して、ダーレクを、 唯一の生物にしようと格索した。しかしダーレクの歴史をすべて見通したダーレクカーンは、ダブロスがドクターたちのダーレクだ倒を手助けするように、裏で工作しており、ダーレク艦隊は、メタクライシスドクターに破壊され、ダブロスとダーレクカーンは爆発炎上する船に、取り残された。ニューパラダイムダーレク偶然時空移動をして、破壊を免れた一隻の船が純粋なダーレクの、 DNA が保管された装置を収集したが、ダブロスの DNA から作られたダーレクであるゆえに、純粋なダーレクと認められなかったため、第二次世界大戦中に11代目ドクターをはめて、自身をダーレクと認めさせ装置を起動した。装置により、ニューパラダイム、ダーレクが復活し、彼らは以前のダーレクを抹殺して新たなダーレクの種となった。その後は、 パンドリカの計画に加担し、その後も勢力を増して国会を開けるまでに回復を果たし、トレンザルアの包囲戦にも参加した。タイムウォーから逃げた当時のマスターを演じたデレクジャコビタイムウォーの後、自分以外のタイムロードが生きていれば感じると言い,い、自分が唯一生き残ったタイムロードと考えていた。フェイスオブウォーの遺言は君は一人ではないであり、後に、 ドクターが出会ったヤナ教授の正体がマスターであると発覚した際にこの言葉の意味が説明された。マスターはダーレクトタイムロードの滅亡を回避しカメレオンアーチを使って宇宙の終焉の時代で人類文明に身を隠していた。人間になることでマスターはドクターに気づかれることなく過ごしていた。タイムウォーで影響を受けた種族や惑星は少なくない。最も影響を受けたのは グレートオールドアンの一つであるグレーターアニムスであり、拠点としているカルセノムを破壊された上に死亡している。ザイコンは、故郷の惑星を失って地球へ移住を目指し、エターナルは絶望のあまり宇宙を去り、ゲルスは肉体を失って、ガス状の存在となり、カーディフの時空の裂け目を使って1869年で、人間の遺体を再利用しようとした。スピンオフシリーズであるザ。 サラ・ジェーン・アドベンチャーズでは、イブの名前のない種族がタイムウォーで滅ぼされたと語られている。タイムウォーはシリーズの連続性の矛盾を説明できる便利なシステムである。例を挙げると、地球最後の日で50億年後に太陽の膨張により地球が破壊されるのは1966年のザ・アークで西暦1000万年前後に地球が滅びていることと矛盾しており、これは タイムウォーに近する歴史改変による可能性があるとポール・コーネルが述べている。脚本家かつ後の制作指揮者であるスティーブン・モファットは、さらにパラレルユニバースのアイデアと時間改変の概念の両方を取り入れたテレビシリーズに連続性の誤りはありえない。ドクター・フーが間違うのは不可能だ。なぜなら我々は、 彼が時間を変えたタイム4の時間的影響だと言えばいいのだから、と述べている。ありがとうございます。